はい、どうも、ナバールです。昨日は4人打ち麻雀、そして F1 レースというゲームをね、紹介いたしました。で、今日は3つ目になります。はい、この3つとも、11月2日に発売されました。で、今日はね、3つ目。不朽の名作になります。はい、パックマンというゲームになります。まあ、このゲーム知らない人の方がおかしいっていうぐらいですよね。誰でも聞いたことあるゲームです。はい、当時ナムコという会社でした。で、後のね、バンダイナムコエンターテイメントという会社になりますね。で、もともとね、1980年5月22日にね、発売されたアーケードゲームなんですよね、もともとね。で、そのシリーズのタイトルで、同社の看板タイトルで、またはね、キャラクターになります。はい、まあ、これ世界で知られた日本産のね、コンピューターゲームの一つですよね、これは。で、当時ナムコとの関係が一時的にね、密接となったバリー・ミッドウェイという会社名になります。で、後のね、ミッドウェイ・ゲームズという会社です。まあ、これ、後々ちょっと紹介いたします。まあ、アメリカの会社になります、これは。で、アメリカでね、発売されると、で、その知名度から80年代のね、ミッキー・マウスと称されて、はい、アメリカでね、空前のヒット作になります。でね、アーケード版のね、テーブル筐体。はい。これの定価64万円でございます。今はここまで高くないですよ。当時はね、もうそれぐらい人気だったんですよね。64万円。すごいですよね。で、プレイヤーはね、4方向レバーを利用して、青い壁で、構成された迷路の中でパックマンを操作いたします。で、迷路の中には性格付けされた4匹のモンスターがいてね。で、これらのモンスターたちの追跡をかわしながら、迷路内に配置された244のドット、まあ、アイテムみたいなもんですよね。で、食べ尽くすとラウンドクリアとなります。で、各ラウンドを通じて迷路に変化なく、で、難易度が少し上昇した状態で次のラウンドが開始されます。なお、ラウンドね、21以降は難易度がね、上昇してなくなります。で、パックマンがね、モンスターに捕まると、もちろんね、ミスとなって、で、パックマンの残数がなくなるとゲームオーバーとなります。点数がね、1万点に達した際にはパックマンの残数が1つ増えていきます。はい。で、この1万点って初期の設定になります。で、4匹存在してね、各ラウンド開始時にはね、画面中央に存在する巣に待機いたします。で、一定時間ごとにね、巣からね、飛び出し、で、それぞれの縄張りをね、守るように行動を開始します。で、さらに一定時間経つと、今度はパックマンを追跡し始める行動を取っていきます。はい。で、これら2つのコードはね、一定時間ごとにね、切り替わっていきます。で、前日ね、前にね、したように、モンスターは性格付けがされているんですよ。で、パックマンの追跡時にはね、その性格に応じた行動を取るように設定されています。で、また強い個性を象徴するカラーリングがね、施されてね、ここに名前とニックネームが付けられています。で、ゲームボーイ版なのでね、モノクロ表示のプラットフォームではね、一見見分けがつかないんですがね、これは。まあ、白黒っていうか、ほぼ黒色のね、線で引かれてるようなゲームなんでね、ゲームボーイはね。で、行動パターンでね、判別することが、まあ、可能ということです。たった4匹ですが、これ、やってみたら案外難しいんですよね、これ。というのがね、パックマンのね、ゲーム内容になります。で、先ほどもね、紹介するといったミッドウェイゲームズのね、紹介をいたします。まあ、この会社はね、まあ、かつてね、存在したアメリカ合衆国のね、ピンボールメーカー、ゲーム会社になります。まあ、かつて存在したってことはもう今存在してないんですよ。はい。で、エレメカを振り出したピンボールでね、大手メーカーに成長し、で、アーケードゲーム用、テレビゲーム用にもかなり早くから
アメリカでね参入しました。でエレメカってほとんどアーケードゲームみたいなもんなんですよね。はい、少し調べて、まあ、パッと私が感じたエレメカっていう内容のね捉え方になります。まあ、気になった方がいたらね、またエレメカという単語を少しちょっと調べてみてください。結構このエレメカっていう言葉出てきます。はい。でね、日本のねスペースインベーダー、これ有名ですよね。でパックマンもね、アメリカでここでライセンスしたことでね、ビデオゲーム会社として大きな成長を遂げました。まあ、スペースインベーダーパックマンってね、もう世界中から愛される代表作でございます。はい。でピンボールからね、ビデオゲーム、アーケードから家庭用ゲーム機へと、ね、時代のね移り変わりにつれて多くのピンボールメーカーがね衰退する中ね、モータルコンバット聞いたことありますよね。これもでガントレットなどのヒットによってね、1990年代以降もね大手メーカーとして生き残ったんですが、2000年代にね入って業績が悪化いたします。まあ、日本でもね就職氷河期になりますよね。でねアーケードからね撤退した後は家庭用ゲーム機のねサードパーティーとなったんですよ。しかしね2009年、まあこの時代リーマンショックですよね。もう10年以上前になります。まあ倒産しちゃいました。はい。でこれワーナーグループ、まあ会社ですよね、ね、これ買収されてね、もう形上のねミッドウェイゲームズがなくなったわけでございます。まあ個人的にこのゲーム会社はまあ任天堂に近いですよね。先にね家庭用ゲームに目をつけて一躍成長を遂げた。でも時代のね流れについていけない。ハドソンさんとこういうところに似てるかもしれないですよね。いいスタートは切れたんですが、任天堂みたいにその時代に沿ったね、かつ当時のまんまを残したゲーム作りをした任天堂、かたやプライドを許さずにねそのまんま続けて亡くなってしまったハドソンさんみたいなね、どっちかというとこのハドソンよりかもしれないですよね、このミッドウェイゲームズは。はい。というのがねこのゲーム会社になります。はい、っていうことですので、今回の動画はこれにて終了いたします。はい、私ナバールと申します。はい、ツイッターもやってますのでね、フォローよかったらよろしくお願いいたします。そしてね、興味持たれた方がいたら高評価ボタン、特にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、まだまだねネタはたくさんありますので頑張って続けていきます。はい、ということですので、ありがとうございました。バイバイ。